はい、確かにね、動画100万本はすごいですね。ひるむんじゃないですかね。まあ、まずはね、10万本をその足がかりにしましょう。まあ、でもね、私もね、今チャンネル登録者数10万人を目指してるんですけども、日々100人ずつぐらい増えてるんですよ。まあ、このペースでは今年中には難しいかなと思うんですけども、でもね、やっぱり増えてて、そこに近づいてるのは確かなんですよね。これが遠ざかっていたら無理なんですけども、でもチャンネル登録者数は減ることがあってもね、動画アップロード本数っていうのは減ることがないですから、私のね、10万人チャンネル登録よりは随分と現実的なのは100万本アップロードだと思うんですよ。ですんでね、私がね、皆さんにこの YouTube を通じてメッセージを送るとしたらですね、YouTube で稼ぎたいと思ってる方、まあね、稼げないですわ、本当に。だから YouTuber になるぞって感じで始めるじゃないですか。やっぱりね、少々痛いところありますよね。40代50代で YouTuber になろうと思って YouTube 始めるところが。でもそこでね、痛くない人間になるにはどうすればいいかっていうと、やっぱりね、ひるまないことなんですよ。だから結局 YouTuber やるぜって始めて、途中でね、チャンネル登録500人とか1000人とかで儲かんないからってやめるじゃないですか。そしたら結局、まあ YouTuber なんてそんなものっていう風に、 YouTuber で頑張ってる人も軽く見られるし、結局そこで諦めた、そのね、あなたもって言ったらあれですけども、やってるかもしれませんけども、諦めた人もやっぱりお前は何もできないんだよっていう風になっちゃうわけなんですよ。そうなると、取り組む前以上に信頼を落としますしね、そういう人から誰も何も買わないってことになります。でも仮にですね、 YouTube をバカにされながらね、半分薄ら笑いを浮かべられながらね、始めたところで、チャンネル登録、はい、5000人いきました、1万人いきました、動画をもうアップロードむちゃくちゃしましたってなると、周りの人のね、見る目も変わるんですよ。まあ、周りの人の見る目をね、気にして やっても別にいいことはないんですけども、ただね、やっぱり人気者になっていくのが YouTuber ですから、リアルの人に人気者にもやっぱりならないといけないですよね。自動的になると思うんですよ。それがね、リアルな人には嫌われていて、 YouTube の視聴者さんには好かれるっていうのは、これね、なかなか難しくって、逆もしんなりで、 YouTube で人気がある人ってリアルであってもね、結構ね、お人柄とかね、話のテンポとか面白かったりするわけなんですよ。まあギャップがある人もいますけども、基本的には、まあ、YouTube もね、リアルですし、リアルも YouTube っていうのかな、なんていうかな、まあ結局その人が演じてるんで、 YouTube に出てる時と YouTube を離れた時って別に同じ人間ですから、違う側面が見えることはあってもね。まあ、ですんで、私が言いたいのはね、普段の暮らしはいい加減で、 YouTube だけで成功するって思うのはちょっと違うのかなと思うんですよ。まあちょっと言ってることがね、二転三転するかもしれませんけども、奥さんを大事に、会社を大事に、そして周りの人も大事に、そして普段の暮らしもね、規則正しく大事にする人が YouTube でもそれをそのまま使えると思うんですよ。だからね、やっぱね、 YouTube で根性がついたなとは思う。私は別に変わんないか、別に。YouTube で根性つくんじゃないですかね。それチャンネル登録2000人3000人とかを獲得して、YouTube どうやったら再生数上がるのか攻略したりとかね、いろんな角度からサイトを作っていったりとか、どんなトークを YouTube の中で、展示ていけば、多くの、ね、視聴者さんに共感されたりとか、まあ、石を投げられるのかってことをやれば、リアルな世界でもね、やっぱり同じですから。なぜなら YouTube もリアルな人が見てますからね。その再生数の10、20、チャンネル登録の100、200の向こうには確実に人がクリックしたっていう事実があるわけなんですよ。まあ、ですんで、リアルでもね、あなたの心をクリックしてもらえるように、そしてあなたがリアルな人の心をクリックするように、やっぱお付き合いしていくってことが YouTube のトレーニングになると思うんですよね。まあ、ですんで、今日の結論なんですけども、別にね、人に気に入られろ、そのために何かね、こびれっていうわけじゃないんですよ。ただやっぱり YouTube のカメラを通じても、カメラがないところでも、目の前に、あ、人がいる、この人はお客様になるかもしれない、この人に商品を売る可能性があるなっていうふうに感じるときに、もうね、いい人にならざるを得ないと思うんですよ。だからまあやっぱりね、真摯に行きましょうということですね。そしてくじけない根性をどんな時でも見せていきましょう。腐らない、ふてくされない、もう自分の運命に、自分の人生